こんにちは、まひれです。今回は自分のルームツアーをしていきたいと思います。結構デスク周りのデバイスの質問が多かったので、やっと撮影できたって感じですね。始まり。全体はこんな感じです。ほとんどホワイトでまとめてます。まずは使ってるコップからですね。真ん中にあるのはスンスンぬいぐるみとフランフランのタンブラーです。これはスタバのタンブラーです。左が9月新作で、右が韓国限定のタンブラーです。水色でとっても可愛いです。これは電気屋さんで適当に買いました。白くて可愛かったからです。これは Xbox のデザインラボっていうところで、自分の好きなようにカスタマイズできたので、ホワイト一色で注文しました。届くの3週間ぐらいかかった。パソコンの上は猫が電源ボタンを押して落としちゃうんで、いろいろ置いてます。 Amazon で買ったプニプニシロクマ、スターレールのウーボのぬいぐるみです。 IKEA のラック、まあほとんどインテリアですね。使ってはないです。はい、真冬 PC です。こちら好評発売中でございます。前面に大きなイラストプリントで、背面と側面と上のパネルも印刷されてます。自分はハイエンドモデルを買いました。他にもブラックとかピンクもあるので、ぜひお部屋に合わせてご購入ください。モニターはピクシオの可愛いやつです。 200Hz ですね。メインモニターの上にライトを設置してます。今まで使ってなかったんですけど、最近使い始めてからめっちゃ便利で、もうこれなしでは生きられないですね。机の上の小物、これは私の大好きなスンスンです。パペットスンスンです。これは好きな絵師さんがプレゼントしてくださりました。しかも両面で。これは天童師先生のグッズを買いました。かわいい。あとはエルガトさんからいただいたストリームデックです。ちっちゃくてかわいい。マイクはノイマンを使用しています。結構高かったですね。マウスは G プロのスーパーライト2ですね。フラメガレなんか割れちゃったけど普通に使ってます。スマホスタンドは Amazon で買った可愛いやつ。モニターアームはエルガトさんにこちらもいただきました。
この月のライトめちゃくちゃ可愛くないですか？これ Amazon で買いました。専用のアプリがあって、そこから好きなように変えられるんですよね。アニメーションにもできる。ペン立てですね。液タブのペン。で、あと、ハサミとか、小物とか。これは、キーボード掃除とかのホコリ取るやつ。ハサミはダイソーで買ったくすみブルーのやつ。奥には、有機 EL のスイッチと、L 型さんからいただいたキャブボと、よくわかんない楽天のスピーカーです。これはフリーランス必需品のスケジュール帳です。これがないとスケジュール管理ができないですね。自分は毎年リュリュマーケットっていうところで買ってます。めっちゃ見やすくてデザイン性がいいです。これはお仕事に使ってる液タブです。自分ネイルが好きなのでセルフでネイルするんですけど、この色とても可愛いので共有します。いつもここで買ってます。ジェルネイルで楽なのでおすすめです。猫飼ってる方におすすめしたいんですけど、このブラシめちゃめちゃ喜ぶし、頭のところをボタン押せば簡単に抜け毛取れるのでおすすめです。あとこれ、キャットタワーにこすりつけると簡単に猫の抜け毛がお掃除できます。これもおすすめです。掛け時計はウニコで買いました。これはお菓子ボックスです。上にニトリで買った猫のクッション置いてます。これはマフマウスパッドです。大きくて満足感高めで、これ使っていつも配信してます。9月の15日まで予約受け付けてるんですけど、一応再販もする予定です。机の上がごちゃごちゃになるの嫌なので、イヤホンは下から伸ばしてます。机は IKEA ですね。 IKEA で買った L 字デスクです。下にケーブルまとめるところがあるので、そこを利用していろいろと隠してます。だから下から見ると結構汚いです。椅子はAmazon で買ったやつです。白くてふかふかで可愛いです。机の裏にテープライト貼ってるんですけど、好きなようにできます。Thank you.
これはジェラピケで買ったメタモスリッパです。ゴミ箱はフランフランです。お部屋の反対側です。この雲は天気で中のモワモワが変わるらしいです。不思議な原理。これは今年いただいたファンレターですね。その年のファンレターまとめてます。あと本を並べたりとか、新江ノ島水族館のクラゲくじで当てました。あとはこんな感じ。この棚はイケアで買いました。これはネットで見かけて綺麗だったので買ったキャンドルです。もったいなくて使えない。あとこれはオタク棚ですね。好きなゲームのグッズなど並べてます。いつも彼らに見守られて仕事をしています。これは大好きなペルソナのグッズたちです。あと自分のグッズとか、そういうのも並べてますね。好きなキャラクターたちのグッズです。この棚本当はテープライトつけたら全体で光るっぽいんですけど、その前に組み立てちゃったので、中にライト入れて光らせたりしてます。お昼だとお部屋こんな感じです。初めてのデスクルームツアー動画なんですけど、いかがだったでしょうか。 YouTube の概要欄にデバイスをまとめたサイトのリンクを貼っておくんですけど、それ以外で何か質問があればコメントでぜひ聞いてください。真冬 PC と真冬マウスパッド、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。